どうも、こまみれです。日本人ってね、子供の頃に、ありがとうって言いなさいって教わるわけじゃないですか。何か感謝をされたらね。だけどね、大人にやると、まあえ、ありがとうというよりも、すいませんということが増えてませんかね。なんでなんでしょうね。 子供の頃は失敗しても許されることの方が多いです。しかし、大人になると失敗が命とになる場合もあります。それを補うためにやっぱり謝るんですよね。ま、失敗したら謝る。それは当たり前のことなのでいいんですけど、そのことが当たり前になりすぎて、それに慣れすぎて、 感謝する場面でも、すみませんって言っちゃうんですよね。ヘリクダルというか、まあ、下手に出るっていうのがちょっと日本人らしいと言えなくもないですが、何から何までね、すみません、すみませんと連呼する。それやめませんかって話なんですよね、今回の場合。謝罪にはすみません、ごめんなさい。感謝にはありがとう。 それだけのことでまあ後ろ向きで終わる感情が前向きで始まる感情になると思いませんかねとまあそんな短いお話でございます以上「こまみれ」でした最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録いいね評価コメントなどなどもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします